グリコバーサスハービー。ハービーゴブリンドリル、ここは近距離できません。もう一度これ近軌道をねするためにトルネードを使わなければいけなくなったグリゴ選手。ゴブリンダメージが通ります。まずは大きなリード。じゃあここはダッシュ狙いに行くトルネード。この一撃で一気にダメージ追いつきます。ただカウンターのユニットはかなりある。アービードリルの追加、多分たけたマイティディがこのドリルに対してカードを切るにはエリクサが進めか。またこのドリルの削りが通った。しかもこれマスケも残ったぞ。一発二発、ハービーエリクサ少なくないかと問いかけるようなゴブリン。さあここでキュンキュン成功。ファイヤーボール、ここで右サイドスペル圏内まくれるか。残り時間は40秒。パワーダッシュ、タワーには届きません。フェニックスをためてのアタック。ゴブリンターゲット、ここはウッドを使って卵を処理、ポイズン削り。ゴブリン帰ってきてフェニックスのターゲットを奪います。1300、時間が少ない。すでに右下はスペル圏内、ドルのダメージは抑えながら、ただボムタワーが高めにあるのでここパワーダッシュは狙えない。ラストはファイヤーボールを回したハービー、1対0、しっかりと勝ち切ります。流れを捉えたチームケソ、ジジ。今クランチャットねやり取りがそうありました。今ルーカス VS ハービー、ゴブリンソウルを回収、スケルトンキング。逆サイドハービー、ロイヤルジャイアント、ここはトイトンターゲットを奪うディガー、まあ、カウンターに向かいますが、まあ、低コストで勝利ができるでしょう。ハービー残り時間1分、2倍タイム。
形を作るルーカス。この形の中にはハビ選手、ロイヤルジャイアントは乗せてはいきません。スケドンキングはソウルフルチャージ。ここボムタワーを削ることはまだできないか。残ったボムタワーを見て後ろからのロイジャイ展開。ハービアイスフリーズ、ロイジャイ固めた。ロイジャイダメージ一発。まあ残念けどここフェニックス対処ができました。スケドキングがソウルをさらにチャージしてソウルコール。ボイドポイスによってソウルコールスケドの数は減りますが、手前に巻いたスケルトンをアイスピで処理。残ったザッピー、ここはダメージ抑えたフェニックス。ハービー選手は後ろからロイジャイ再びまた新しい形を作りま、いきますが、ルーカス選手早めのアタック。リガーはタワーにターゲット、削りを通しますがカウンター両サイド。今度は左ボムタワー破壊した。マザーネクロは優秀だ。ロイジャイの後ろにつくソウルコール、遠ざけるトルネード。左ではかなりダメージを取ったか。1800、まずね、ここギリギリポイズンから逃れている。残り時間は40秒。アービーダメージ通している。リガンアタック、ここはダメージ通りますがマザーネクロが抑えてまくることはできません。ポイズの削り、両サイドアタック、カウンターが返ってくる。ハビファイボの削り、ブタさんダメージも通して勝ちを確信。グッドゲーム。ハービー選手タイブレークで煮立てです。 GG。最後はハービー VS 麦。挨拶から始まった勝負。麦選手ドリルはゴブリンで抑えて、上側ハービー、リガーをダクプリで抑えている。ここはゴブリンも対処完了。アーチャーに対してもいや、でもウッド追加するとアーチャー面。トルネードキング起動はできない。アービーリラックスはできているか。マイティーディガーがタワーにターゲット、抑えるローリングババリアン。両サイドリードを作った麦選手。ダックミス、ターゲットはマイティ・ディガーから。またアーチャーを延命するローリングとディガーもつなげて、ディガーアーチャーの形。ここで左にウォールブレイカー2発、ここでキング起動2発、タワーに通ります。なかなかやはりウォールブレイカーのキング起動難しい。これにはハービーお怒りモード。
右サイドボールブレーカー、ギガの削りは左で通っている。ボムタワーもしっかりと延命をしながら麦選手の防衛。残り時間30秒、ボールベーカー追加。さあここはダメージ届かない。マジか、チャンスダメージ。ここで狙うハービー、いやーいいバーストエスケープ。ここはゴール内も抑えて、マジガチャ細かい削り狙うハービー、上側ディガーダメージ。ここはさあ麦選手取り切れるか、3倍タイム、マジガチャ貫通、ドルにダメージ入っている。上側144ポイズ受けない、ラストのポイズを放ってローリングの追加。ハービー3立てを止める麦選手。GG ネクストマッチはサージカルゴブリン。ネクストマッチ麦選手2本目。さあドリル対ディガー、リガープリンスメガナイトか。さあ麦選手はウォールブレイカー、メガネとアーチャークイーンの形、アーチャークイーンしっかりとシャドウブロック。ただダックピンのハイダメージがここアーチャークイーンにも入っています。ダメージは通りません。残り時間1分30秒、両サイド抑えての両サイドカウンター、サージカルゴブリン。ディガーからのコウモリアーチャークイーン、逆サイドにはウォルブリカ。ここはおお、ウォールベが緊急できない。あ、今日のチームケースはなかなかウォールブレイカーに苦戦しています。ディガープラスコモリ、左にはウォールベイカー、両サイドを狙う麦選手。ウォールベイカー1体が左で通るダメージ、ユーノ残った。
残り時間10秒リードは麦。マジックアーチャー簡単ダメージ、ユーノも処理ができた。ヤーメプラスのディガーでマジアーチャー処理。左はプリンス、おっとタワーにターゲット一発。ボールベイカー、コウモリ、これコウモリがタワーのタクト奪っていうので、ボールベイカー2発が通る。左にもプレッシャー、メガナイト、アーチャークイーン。シャドウクロークカウンターを防ぎながらダブルダッシュ、タワーに届けた。ギガプラスのコウモリダメージ一気に通る。両サイドウォールブレイカーのダメージが一発届かせない。ローリングババニャン両サイド大きなリード、麦選手が握っている。上側ディガーマジックアーチャーの背後を取った。ムートが共にターゲット。ここは大きなダメージつながるか。ただ右サイド上側にはメガネとかタワー削りに向かいますが、ジャンプダメージ受けたのはダークプリンス。おっとメガナイトジャンプ、おっとプリンス火力を届けたタワーに。左手はディガプラスのウォールブレイカー、残り時間10秒、ダメージで圧倒的。麦選手が取っているウォールブレイカーラスト、届けたユーノのダメージ取ったのは麦選手。これで2立てです。ジジ3戦目コディゴ VS 麦。受けのディガー、おこれは後ろに歩かせる。しっかりとアーチャーケアで出してる。言うのは雪玉ノックバックダメージ抑えます。アサシユのここは受けるディガー、キョスケの爆破があれば。でもコウモリのダメージがここでチクチク通る。あ、あ、ありがとう、ありがとう、音言います。メガナイトウォールブレイカー VS キョスケのディガーバルーンでしょうか。アーチャークイーン、ディガーコウモリ、ここで逆サイドディガーバルーン、コウモリ駅玉で処理して、ただこの後のウォールブレイカーダメージを抑えて矢の目、バルーンを届けた2発。リーダー麦、さあ残り時間は30秒。プリンスの攻撃が怖い。雪玉ディガーの削りでここはどうだ。まだリードは麦選手取れています。右サイド受ける巨大スケルトン、コディゴ選手はここバルーンに備える。アーチャークイーン、ここでまだディガープラスのコウモリ、コウモリはまっすぐタワーに向かう。
このディガーの削りでコディゴ追いついたか。あ、着くんしたトクロック、ここはタワーで受ける判断。キョスケの爆破は届きません。ケディガー、アーチャー、ウォールブレイカー、ここは強いですね。利用したエリクサー、ここで左サイド巨大スケルトのバルーン、あーアーチャークイーンとは逆サイド、コウモリも雪玉で勝利をして道を作った。ターンを叩いた巨大スケルトン、一気にこれは左でダメージ通せるぞ。キョスケも届いた、バルーンも届いた、一気に麦選手取り返した一本。一発キョスケバルーン、アーチャークイーンが右に出たところを見ての左アタック、一発で決め切りました。